誰の卵。昔とある恐竜の村に事件が発生しました。いやー、今日の草も美味しいね。いやー、私もそう思ってたんだ。いやー、俺もだよ。俺もそう思っていたぜ。いやー、私は海藻を食べるわ。むしゃ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 。いやー、この滝の上から見る景色は最高だな。いやー、俺も水陸両方行けるし、毎日楽しくやってるぜ。平凡に過ごしているとラプトルがやってきました。タン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 。おい、みんな平和すぎないか。何か面白いことないかな。そう言ってラプトルは上の方に登っていきました。お、何かこんなとこにスイッチがあるな。押してみよう。カチッ。すると島が動きました。ガチャ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 。お、上に何かあるな。上に何か見えるぞ。なんだなんだ。ラプトは登りました。こんなところに卵があるじゃないか。誰の卵だ。こんなとこに卵があるじゃないか。誰の卵だ。えい、毎日面白くないし、毎日平凡だし、この卵を移動させてやろう。よし。橋の上に置きました。そしてラプトルと愉快な仲間たちはそれぞれの寝床に帰っていきました。すると夜になるとラプトルがもう一度現れ、トコ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 、誰も取りに来てないな。えい、こうなったらもう一つここにスイッチがあるぞ。押してみよう。